やっほー。いっちゃん、クッキー、あおさん、ペロペロ、かずくん、ハート、いっちゃん、ペロペロ、あおさん、クッキー、じゅんなさん、ハート、めっちゃハート、からずしハート、まささん、クッキー、いっちゃん、クッキー、こまちクッキー、かさん、クッキー、ぺこたさん、クッキー、JK な、幼稚園児、クッキー、ゆうさんクッキー、マスさんハート、天使の子さんハート、クレンパクッキー、コモさんハート、マスさんハート、ケツさんクッキー、ミエルクッキー、モリークッキー、ユージ、ペロキャンディ、ゆうさんハート、ユッチさんクッキー、サイバーボブクッキー、ニチチヨンハート、セヤさんクッキー、ピンクツルクッキー、ビーチクッキー、ユーユーかわいい、ピンクツルさんクッキー、ヤマさんクッキー、ダイさんハート、コメント見てなかった。違和感がない。違和感がないだと。ユウさんかわいいジュールありがとう。似合ってる。ちょっと似合ってないかも。コウさんクッキー、つめたペロペロ、レンタルキャットさん、ハナーツーさんハート、いっちゃん大好き大好きありがとう大好き、ユージハクッキー、カチクッキー、ケールクッキー、待ってよ、エンジですよ。顔は大人だよね。やっぱそうだよね。何歳？ 18 歳です。18歳です。ガチャハート、コカジアクッキー、ユクッキーテスト2020クッキー、ユさんクッキー、読んだんだ、コカジアさんクッキー、チョコクロルマル、ペロペロ、どうですか？なんかちょっとさ、18歳にもなって園児だなんてってちょっと恥ずかしい。ゆうさんハート、石田さんハート、エイプルクッキー、声が大人？まあね、低めだよね。声が大人ですって。くるくるです。オノピクッキー、エースのペアさん、クマさんのタワーありがとう。待ってよ、ありがとう。エースのワンペアさん、ありがくるくるです。猫ちゃんいただきます、ありがとう。本当に園児なんで、あの食欲旺盛です。ありがとう、エースのワンペアさん、ありがたわー、タワーが立ったわー。ありがとう。ワリガルクッキー、ユージクッキー、高橋さんが大好き、大好きありがとう、ユージクッキーありがとう。アイドルって大変ですね。その立ち回りはくるくるがきつくなっちゃうから、可愛いでいいんだよ。くるくるきついから大変ですねって言われた。お恥ずかしいから。ちょっと福ちゃんハート、クレバさんクッキー、チップさんクッキー、あ、これでいったら安く買える、映画館のチケット3円でお願いします。3円、ヒットグッドクッキー、ヤマさん結婚して10連、あ、10連じゃない、結婚してたわ、ありがとう。ちょっと3歳なので結婚できない。3歳なのに結婚できないんですけど、ってな嘘で、ありがとう、結婚してタワー。じゃあちょっと嫌だけど考えとくねとか。山さん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。ありがとう。ありがとう。嬉しい。ありがとう。おい、クッキー。信長ハート。結婚してありがとうね、ほんで。あ、実家来る？がリアル。チビゾ、ペロペロ、クレパクッキー。天ぷら。アイスハート、ひとぐとハート。頑張ってますね、やばい。頑張ってますね。頑張ってないよ。カカオレマさん、エンジだけど結婚して、あ、ちょっとエンジは。りょうさん、好き。好きタワー、ありがとう、りょうさん。嬉しい。初タワー？ありがとう、りょうさん。結婚、
結構好き好きのクマさんタワーありがとう。くるくるも好き。エンジンエンジン。ありがとう両夫さん。初タワーだ嬉しい。ありがとう。ハッピーでしゅ。クレンパレモンスターチミドペロペロ。チミドクッキー手挙げて横断歩道ってそう。くるくるは横断歩道は右左右見て、あの何信号機のない横断歩道は止まってくださった車に礼して渡りますカムカムクッキー。結婚してたわ。確かに結婚してたわって聞こえるわ。結婚してたわ。フジポンクッキーヨッチクッキー、大村です、ハート、ダイさん、ハート、ニヒヨさん、ハート、ヨッピクッキー、ダイ、ハート、タンタン、レモスター、18歳児です、カンちゃん、猫、福ちゃん、ハート、今日の私服、私服かわいい。ありがとう、私服、私服です、これ。毎日、これ、着てます。エータ、ハート、ユユ、ハート、ケイトさん、だるま。ありがとうございますという気持ちを込めて横断歩道渡らせていただきます。通りすがりに足引かちゃありがとう。通りすがってくれて大丈夫だよ。普通の18歳だよイノセンスクッキーエータハートオノピークッキー中村さんクッキーカストロさんハートあありがとう久しぶり。エータハートイノセンスクッキーまさかクッキードイヤ花なんかさなんか幼稚園児さちょっと気まずいよね。あ、これ本当に着てたやつってことにしよう。これ着てたやつってことにしよう。ケイトさん大好き大好きタワーだ大好きタワーありがとうケイトさん嬉しい大好きいただきますチョコ大好きチョコ本命チョコってことですか。ありがとうケイトさん大好きタワー嬉しい嬉しいですありがとうチョコいただきましたというふうに昨日も食べたしね。まこちゃんクッキーエータクッキー水筒クッキー STI ハートふくるくる普通ですよ。タッチさんクッキー10連たくさんありがとう。あ好きが溢れてる本当。あ X のコロちゃん可愛かった嬉しい。皆さん X 見ましたかくるくるのあの写真集こね頑張りたいということであの顔が重力に負けないように練習したんですよ。こうやってくるくるすぐ負けてこうやってなるから重力に寝っ転がって写真を撮っても重力に負けない写真を撮ろうと思ってたらコロちゃんが入ってきました。やらせじゃありません。熊の皆さんハトタツさんクッキー今来てびっくりした。いやくるくるのぶりこしようとしたらさあの ST チャンネルのなっちゃうんだよねありがとう本命ですいただきました本命初初ですよ。あでも普通女の子から出すのかわさび大福クッキー幼稚園から福の子さん変わってない先輩クッキーよかった嬉しい可愛すぎた可愛かった嬉しいありがとう。何組ひまわり組です。 A さん小判動画いい嬉しいコメントぜひしてねそうですね。で拡散も来島優香は来島優香は寝転がっても顔が重力に負けます私結構負けるタイプのアイドルなんで頑張った。何回見たことだろうコロちゃん見てたけどコロ来る頃飽きないでしょ。どうやったら特訓もう重力を言い聞かせるしかないよね。もうで ここにも力を入れてここ三輪車ロケくるくる三輪車乗れないよやばいよ絶対こけちゃう。会社が写真集出すしかないってなった嬉しいありがとう。ニケさんハートヒデジーさんハートハンちゃんハート写真集のメイキングみたいだったでしょ。そうなんですよカセクッキーホッカさんクッキーでしょ。あのお想像ついたでしょ。まだ綺麗ですね。さすがエンジ。ありがとう、そう。ありがとうございます。エンジなので、まだ生まれたてのお肌をさせていただきました。
重力勝てそう、嬉しい。ヒデジーさんハート、重力すらも操っちゃいますね。顔の絵文字の方、クッキー634ハート、ヒデジーさんハート、いっちゃんクッキー、どうしたの、ちょっと恥ずかしくなっちゃうかも。どうしたの、結構さ、なんかあのショールーム見るとさ、1年ぶりじゃん、くるくるで、なんか久しぶりにコスプレして、なんか恥ずかしいなんかさ、こう配信始める前にさ、ここでさ、こうやってよし始めようと思ってこうやって準備するじゃん、ちょっと我に返るんよ。なんかこれはいいのかってなってこれはいろんな人が見るんだぞ、クレシマ本当にこれでいいのかってなったんだけど、私は本当に幼稚園児だったので、まあこれコスプレじゃないって言い聞かせたらいいですね。 LFA クッキー、いっちゃんハート、ほかさんだるま、ゆうゆうハート、ひじじさんハート、エンジン全開、エンジン全開ですよ、エンジン全開です。どうしたの、ジョージャー来る、どうしたの、ちょっと恥ずかしい。エンジンいける、嬉しい。そう、1年ぶりなの。あ、そうそう、くるくゲームがね、結構たくさんしてもらったので、なんかイベント参加してる結構イメージあった、多分ゲーム多かったね。でもこのショールームは1年ぶりなんですよ。コスプレ買いすぎて気絶した、嬉しい。大丈夫ですか、心臓マッサージしますよ、くるくる。やったことないけど、まさにクッキー、悪かった、あかん、そうだよね、直前でやめようとしちゃダメだよね。ゆうじかわいい、ありがとう。サンクス見に来ないから、やめてやめて、見に来ないで、誰も見に来ないでどこの幼稚園かな、どこの幼稚園だろう。ライさんハート、サーカリンさん見習ってどんどんコスプレしてくれてもいいやで、サーカリンさんかわいい、かわいいです。好きになってもいいですか、なってください。クレシマユカですなんか辛いことあったとかも厳しい、ちょっと厳しいね、辛いことあった、大丈夫、どうしたの、頑張ってるね、わちょっとコスプレ期間中きついものがある、遅刻が来るまでクッキー、問題なし、嬉しい。コスプレ配信後きつい、辛い、あー我に返っちゃうね、配信後もね。シュンクッキー、ありがとうクッキー、同級生が見てる、想像してみて、いじられるね。リュウクッキー、レモン博士ペロペロ、古川さんクッキー、ドイヤさんだるま、くるくるちゃん僕の悩みを今度聞いていいよ、くるくる何でも解決できるので任せてください。ゆうゆうクッキー、まさにクッキー、生きてれば辛いことも楽しいこともあるよね、真顔やめてください、いろいろありますね、人生、人生いろいろありますねって幼稚園児が言ってますよ、人生いろいろあります、楽しいことも辛いことも。くるくる心臓マッサージしたいです、くるくるに、くるくるがじゃなくてくるくるにくるくるに、コージクッキー、まなちゃんクッキー、コスプレコロン見せてない、コロンもちょっと気まずいね、コロちゃんは気まずいから、着るときよりも脱ぐときの方が切ない、いやそれはそう、それはそうだよ。ナンボブペンライト、よっちクッキー、ナンボブハート、やっさんペロペロキャンディー、ありがとう。クッキーの言い方コスプレ合ってる、確かにクッキー、バレンタイン、幼稚園児でも、え、じゃあ最近の幼稚園児やるわ、最近の幼稚園児は男の子からチョコを渡すのが普通なんだよ、もう女の子から渡す時代終わったんだよだって今2024年だよ、私2020年生まれ、2020年生まれからはもうそんな時代は終わったんだよ。まさかずハト、クイズ好きクッキー、ラスカルクッキー、ほーさんハト、
芸歴だから恥ずかしくない。まあね、まあね、広くハト増せたかな。マジで、いや、何ちゃいですか。18ちゃい。3歳です。ホワイトデーどうするの。ホワイトデーもみんなで渡します。どっちからも渡す。似合う？本当？まあ、それハート固まったよくなすぎびっくり。本当？それ本当？あざとくて何が悪いの？公約すでに解禁？解禁してません。解禁してません。まだまだしてません。消えるだるま。年長長長。すごい、1,2,3,4,5,6,7,9,10。いっぱいあるね。年長長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 3ですね。年長長長長長長3で、高校でいう高校7年生とかのやつですね。つーさんハート、トイさんハート。そこなんでやりきらなきゃ。トイさんハート。その格好でひまわり。僕が僕で、間違えた。君が君であるために、え違うね。僕が僕であるためにが出てくる。勝ち続けなきゃならない。トイさんハト、ヌーパさんペロペキャンディ、クルクもカホお姉さんになってきた。えでしょ、結構リアルにでしょ。高坊さんクッキー、トイさんハト。小学生リアル話かで考えとくね。ゆうゆうハト、トイさんクッキー、マスノリクッキー、アルチさんクッキー、トイさんクッキー。 X でもこの写真ちょっとね、悩みどころだよね。違う歌になってる。僕がダシャビナイさんグー、僕で、それで松尾美也さんのウィグに行ってほしい。いや、くるくるもう準備してる時思って、なんか結構今日今充電がちょっとやばくて、ショールーム開いたらすぐ充電なくなっちゃうから、あのスマホのカメラアプリでこう立てて、一旦立ててこうやって準備したのね。でくるくる、あの松宮さんの準備する時もスマホのノーマルカメラを立てて、こう写りを、自分の写りを確認して挑むから、こうやってやってる時になんかお話し会参加する気分になっちゃって、松宮さんのこれで言ったらやばいだろうな、想像した、さっきくるくるもレーダー踊ってほしい気分だった。これでこれで H パパハト、ひまわり畑はしゃぐくるくる、よしよしかと。これ麦わら帽子見立てたらありますよ、全然。レモン博士尊い、エイジングハート、マスノリハート、つぶやすけハート、ラジングさん出ました、10連ありがとう。10連モーベはね送るよ、モーベ送るよ。リチャードクッキー、幼稚園児って若い先生が好き。くるくるはくるしま、幼稚園児はすべて肯定してくれる人が好き。やばいやばい、エンジがこんなこと言わんよね。褒めてくれる人が好き。自己肯定感を上げよう。スクショ、スクショね、いいよ、ギリセーフ、ギリセーフ。あ、確かに奇跡は間に合わないだろう。オーピークッキー、マサイさんハート、奇跡さんペラペラキャンディー、マサカズさんハート。わっ、ロリカミリクイエム、トゥ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 でしょ、トゥ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 、1,2,3,4ごめんなさいみたいな。幼稚園児が校庭とか使う。あえてね、そこあえて、そう、幼稚園児校庭採用が馬だね、これは。さすがにこれは採用が馬。誠ハト、部屋間違えました、幼稚園に来ちゃった。待ってますよ、待ってますよ。生まれてきてくれてありがとう、全校で、あ、ありがとうございます。まさにハト、園児が校庭で前世あります、実は。 X にポスト、ギリオッケー、ギリオッケー。かなとしハト、今頃先生が探してる、逃げ出しちゃった、くるくる。
今日は園児の日か何か。そうだね、くるくるまあ常にだね。ふくちゃんさん連ました、ありがとう。花谷のゆうかちゃんパフォーマンス最高、あ嬉しい。松尾美優さん松尾美優さん、最後は最後は前世の記憶持ってます。えでも本当にさ、胎動記憶だっけ、なんかお腹の中にいる時の記憶持ってる赤ちゃんとかいるじゃん。本当なのかな、すごくない、そんなことある、生きてて、いや生きててっていうか普通に覚えてるなんて、そんな。褒めるとこしくないから自然と全校でね、天才。すいませんルーム間違えました、間違えてないよ全然、もう正解だよ。トマトポクッキー、マサさんハート、振り切るとめっちゃお強い、ほんと何これ、うずふくはなんとかえる縄のごとし、ごとし給食の時間ステーキ出てくるかな、じゃじゃん。広島の幼稚園児、ここはわしの砂場じゃけえの、ここはわしの砂場じゃけえの、あ入ってくるんじゃないよ、こうわしの砂場じゃけえの、くるくる私って結構早口で言っちゃうから、私がわしになって、この前あかりんさんに公演の時に、えわしって言ったって、わしって言われちゃったわしさーって、わしさー、バニーくんクッキー、キャワタンありがとう、下腹はあざなえる縄のごとし、どういう意味、下腹はあざなえる罠のごとしです、こういうこと経済ニュース読むとめっちゃおもろい経済ニュース面白い、経済ニュースね、今日さ株上がったらしい、帯同記憶どころか今日の昼飯覚えてない、今日クイックも結構忘れちゃうタイプ、幼稚園児かわいい、ありがとう、どうねクッキー、クルクルの最後の記憶、中西浩二ハト、え全然ない私、あでも何手押し車だっけ、なんて言うんだっけ、ガラガラじゃなくて手押し車じゃなくて、ベビーカー乗ってる時の記憶ある、ベビーカー乗っていちご狩りみたいな記憶ある、えこれがあの本当の記憶か分かんないっていう記憶があるけど、それは現実世界のものか分かんない、夢かもしれないし、広島弁の演じ声、ここわしの庭じゃけえの、入ってくるんじゃないよ、わしはくるくるじゃけな、なんだっけなんかさ、オンドレアみたいな、この前私が言ったセリフ、わしって言ってる印象だけどそれが好きでわしって言ってるよね、くるくる私って言ってるね、わし、とどみちクッキーありがとう、のわさねさんハートありがとう、みちゅ、あ確かみちゅさんもわしって言うかも、わしはって言うかも、わしはエンジが株の話、株が分かってる、新種はエンジから大人まで成長の記録が分かる内容ですか、半エンジみたいな、学生みたいな、半エンジから大人までは分かりますね可愛さクッキー、一人称がわしないと自分をしてる限り一人いたの、わしはね作用が馬とほぼ同じかな、あ一緒、作用が馬、あ作用が馬って悪いことに一喜一憂してもしゃあないって意味なの、えめっちゃいい意味じゃん、適当に使ってた、作用が馬、作用が馬だね、のりしおクッキー、かわさんハート、ベビーカー乗ってたの3年前くらい、もっと前かな、ん中村ハト、母さんクッキーありがとう、アリちゃんもわしって聞こえる、アリさん、アリサさんも確かに、あーしもーっていうかも、アリサさん、えみんな広島出身だ、あーしもー、わしゃやっぱ血受け継いどんかな、表紙演じ取ってくれるかな、手にみんな、あ、一人目のわし、日向坂さんか。そうなんだ、知らなかった。わしって言ってるの？わしなぁ、わしなぁ。
来るから私だからね。私トイさんクッキー、あこの石ハット、ヒヨさんペロペロキャンディー、ヒラジンクッキー、マーさんクッキー、ジュイチクッキー、ヒラジンレモンスター、ヒヨシさん違う子は分かりそうよね。怪しい、怪しくなっちゃう。くるくる奇跡は間に合わないだろう、うん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 、いつだってひらじんクッキー、りゅうちゃんハト、せっかちなものさ。待って明日のさ配信時間言っとこう。クリボークッキー、明日はこれでどうですか。広島のなんか うちっていう行為、あうちね、くるくる周り、あもうおらんかったかもしれない。うちさん、うち父ちゃんクッキー、11入れました。わしほんまに、わしほんまにくるくるさん、最近くるくるになっちゃうし、ゆうかちゃんもだし、ゆうかだし、ゆうかはあっていい、ありがとう。5時クッキー、サイザイさんハート、お兄ちゃんハート、お嬢ちゃんおいくつ。18歳でしょ。園児を表紙にしたらタイトルは良い子。もういよいよ園児の本なんよね。くるくるの写真集制作できることになる。ありがとう、お兄ちゃんハート、ひらじハート、花もありがとう、ひらじ似合うもありがとう。バスを何回、奇跡はあれ、イヤホンない。りゅうちゃんだるま、ゆうかっていい名前、嬉しい。やまぴ猫ちゃん、ひらじんかわいい、おかゆぴょぴょキャンディー、キールハト。でもさ帽子うまいことかぶれてるからさ、飛ばす迷うな、飛ばそうかな。だ今日担々麺食べたの、美味しかった。担々麺
クッキーたくさんありがとう。クレーパークッキー、トンちゃんペメントありがとう。アリーちゃん、オンプー。ヤスさん、オンプー。クレーパーさん、ペメント。ケイリさん、オンプー。コマネさん、クッキー。イズミさん、クッキー。快速特急、クッキー。エンデバー、クッキー。え、クルクルのさ、なやつなんだっけ、曲名。クルクルがやってるユニット。いっちゃん、パチパチ、カムカム、クッキー、オノピ、クッキー。うとそのギャップ。確かに。あ、エンジェル聞いてるとやってきました。ありがとう、やってきてくれて。待ってたよ。サイトプリンセムさん、クッキー。なんだっけ、クルクルがさ、クルクルのユニット。いつもテニスラケット脇に抱えてる憧れの子。ウィンブルドン。ないんだっけ。ないぞ。歌いたかったぞ。苦しまは。さみだれよ。さみだれよ。歌う？なんかさ、さっきからさ、ま、演じてたら何も合わないか。歌えるかも。歌ったことないな。あらちクッキー。
歳にしてはだね。いや3歳だからね、リアルにね。褒めてよ、3歳だから。消える、音符、スジロかわいい、石原さんペロペロキャンディー、花火さんクッキー、クモンハート、続いてよテロップ、あ間違えた、サミダレ、嬉しいじゃない、好きだわやっぱり。歌ったことなかったけど、ヤマさんハート、3歳子供だけどすごいでしょう。いやこれ3歳として褒めてほしいね、正直正直問題、これは3歳だからね。サトシクッキー毎日聞いた、嬉しい。あ花火さんクッキータワー、え花火さんクッキータワー、ありがとう、気づかなかった、10年とか、ありがとう花火さん、嬉しい。ちょっとサヤカリンさんのようにたくさんコスプレする、さっきのコメントありがとう花火さんクッキータワー、たくさんの10連ってことだ、ありがとう花火さん、サトシさんハト、クレマさんクッキー、サスジうまでしょでしょでしょ、こやこやハト、うたすきありがとう、じゅんくん、じゅんくん、これすごいな、なんだこれ、チョコレートがいっぱい乗った、これはホワイトデーのなんかお返しみたいな、違うか、チョコタワーありがとうじゅんくん、初タワー嬉しい、ありがとうじゅんくん、ハッピーですよハッピー、ありがとう、お礼するのでこれからも見に来てね、くるくるの配信ありがとうです。天才少女テレビ出れる、まあね、あのののかちゃんだっけ、ののちゃん、ののちゃんみたいに3歳のサメダリエモいよね。てんちゃんの、てんちゃんとか言ってたけど、てんさんのサミダレの歌えるしすごいよね。サミダレよ教えてくれ、テレビで緊張したの歌えるの本当にすごい、さっきのコメント、そうだよ、吉富雨10連ありがとう、10連、テレシカペロペロキャンディありがとう、テレシカサミダレ好きに好きになって、え嬉しいですね本当に。あかこんばんは、かわいいな、100キロ走り嬉しい。でもなんかなんていうの、なんかこの1年間さ、イベントとか参加してなかったけど、こう参加してみて、初めてタワー投げてくださる方だったり、まあ、タワーじゃなくてもね、ギフト初めて投げてくださったりくれたりとか、初めてコメントしてくださったりとか増えていてすごく嬉しいですね。なんかそこでもいろんな人がくるくるのことを知ってくれてるなら、もうこの時点でね、たくさんさ、得たものはあるなというふうに思います。まあでも目標はね、1位なんですけど、もちろん1位を取って写真集、こう最後写真審査も今日幼稚園だから喋れないのかな、最終審査とか言って、最終審査も1位になって、あ1位になってというか選んでもらって写真集出すのがまあ一番の目標なんですけど、たくさんね見つけてもくださってるのも一つの収穫かなと思って嬉しいです。本当に志村次郎、小市さんクッキー、ゆきろさんクッキー、しおさん花、てんちゃんとくるくるは年上、間違えた、てんちゃんとくるくる同い年だよ、見えないよね、てんさん大人っぽすぎて、なおさんペロペロ、もぐもぐペロペロ、ゆきろクッキー、そうあのショールームのフォロワーさんもめっちゃ増えたんですよ、くるくる結構少なめで、まあ、くるくるもっと好きになってくれると増えるといいなと思ってたんですけど、6000人このイベントに増えて、あ6000人増えたんじゃなくて6000人到達して嬉しいです。しかも6100になってた、あそんな言ってない か勘違いかも、え僕はその卒業まで好きだよ、なんか昭和っぽいよね、結構好き、とりあえずペロペロキャンディー10連ありがとう、10連かきらさんクッキー、そうかずいクッキー、お話だよ、てんさん。おさん、ハト、ありがとう。一回見たら好きになっちゃう？嬉しい。なんでな、幼稚園で好きになってもらえない、ちょっとね、お恥ずかしい話。リンク、オンラインさん、ハト。あ、6104人、あ !6000 人行ってた、嬉しい、あ、違う、6100人行ってた、嬉しい、100人、104人、6104人です。ありがとう、100人増え
200人ぐらい増えてる。イベント初めて。え、そんな増えてない？さ、今さっき来たらトトのめいちゃんいた？くるくる？サッチ？サッチかな？あれ？くるくる？トンちゃん大好き、ありがとう、大好き、ギフトありがとう。そのままのくるくるちゃん可愛い。え、ありがとう、優しい、嬉しい。あ、ニエプロジェクトもね、ぜひフォローしてくださったら嬉しいです。シュンシュンクッキー。わ、思ったよりも寂しくないさ、聞いたことある。思ったよりも寂しくはないよ、トゥ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 でしょ。てんちゃん厨房やったのにあんなにでかく厨房めっちゃ面白い。配信でバックレスクルクル好き、ありがとう。吉富似合う、10連ありがとう、10連カズヤクッキー。え、クルクル、てんちゃんさんのなんか山崎天の天は頂点の天がかっこよくて、かっこいいと思って、私もなんかそんな感じの考えようって思ったけど、来島優香の川、果物の管しか思い浮かばなくてさ。え、これ本当にやるがちに、この話をする前、この前のオンライン話し会の時に写真撮りながら、なんかいや天さんかっこいい決め台詞だなと思って、自分もなんかそういうのあったらかっこいいなと思って探したらそれしか見つからなかった。来島優香の川、果物の管、カズヤクッキー、テレシカクッキー、アルミカンハト、ありがとう。高松ハト、山崎だ、山崎てんちゃん、どういや、ハト、そう、来島優香の川、果物の管、来島優香の島は広島の島、山崎天の天は頂点の天と並べられる。まぶすぎ、鬼似合う、嬉しいだけ。キュルキュルだよ、キュル。天下取れちゃん、あ、聖火の火、確かにかっこいい、聖火の火。果物の果、ちょっとダサいね。焼きそばハート、まさかクッキー、馬肉ハート、シュシュハート、あ、カホーの火かっこいい。あ、優は優勝の優、かっこいい。来島優香の優は優勝の優。島次郎小一、かわいい、ありがとう。なんか桜坂を頂点に連れてきますみたいな、かっこいい。あ、くるくる、お疲れシック、お疲れんこんだよ、似合いすぎ、嬉しい。あ、来島の来るは永久の球、確かに。え、意外にいいの、うまいよ。あ、訓読みがダサいのか、くだね、訓読みか、そこね、原因。来島優香の優は3段階で言ったら一番確かに、前は来島ならぬ徳島済み、あ、じゃあ来島優香の島は徳島の島、お疲れ連帯責任、あ、かっこよ、お疲れ連帯責任、かっこよくはないか。あ、来島の区は永久不滅の旧、いいやん、結構。焼きそばさんハート、来島優香のルは留守番のル、まだ欅の頃か、そっか、オーディション受けたところだから、欅か、欅坂を頂点に連れて行きます。3歳じゃ、シュシュないじゃろ、ないじゃろ。来島のルは留年の留、あかん、あかん、くるくんも思いついたけど、あかん、あかん。来島優香のルは留年のル、合ってる、でも合ってる。インスタないの、くるくる、インスタないの。来島優香、村上海賊の娘です、海賊です。私もう1年演じよう、ちょっとできないかな。できないかな。龍の龍思いついたよ。でも留守で選んだからね。留守番。ぴょんぴょんペロペロ、キャンディーありがとう。マックスハート、カズイハート、あ、クッキーありがとう。留置所やばいね、ちょっとそれはやばい。カルタのル、え、カルタって歌そういう感じなの、すごっ、かっこよ、なんかカルタみたいな、カルタじゃなくてさ、カルタ
カルターだね、感じにすると伝わるこれ。エンジやばい、ちょっとエンジ炎上負けじた、カルタカルタ、今回のエンジコス大人っぽいじゃろじゃろ、こうやってたら急に秀次郎ハト、ありがとう、よろしくな、そういうこと、よろしくよろしく、東満、え、トランプ本当にそうやって充電やばい、充電やばい、本当に充電やばい、トランプやばいな、これかっこいいな、まぶい一言、そろそろミルクの時間、我に帰るな我に帰るな、近日見るな。つかさんハート、まいさんハート、ここはうちの庭じゃけ、これ私のブランコじゃけ、これわしのブランコじゃけ、取らんといてくれへん、関西入っちゃった、あ、バブいい？オッケー、バブ知ってる知ってる知ってる、赤ちゃん帰り、そろそろミルクの時間、りょうふさんレンボスター、ありがとう、あ、10連ありがとう、レンボさん、そんなことなく、シュシュハートハートハート、ユージクッキー、目標1位くるくる、あ、初見さんありがとうございます、やっぱ長時間配信すると初見さんたくさん、あ、パフィン、レモスタ、レモスタ10連ありがとう、パフィン、さっきのバブ聞いた、聞いてくれたってこと、ヨンチャイがジャキー言いますね、ジャキー配信終了後のダメージ受けてくるくる、いや結構受けるね、こう1時間くらい多分ここでやってるね、めっちゃキノコ、雨ありがとう、まいさんハート、どいやハート、このその場わしの島じゃけ、オノピークッキー、わ今日は風呂にバブ入れる、バブ入れます、ゼファクッキー聞けてないの、アンコール、欲張りですね。欲張りですね。エンジのセリフって思い浮かばないよね。本命チョコは10個ある。エンジだからね。エンジだからその、まあ、分かってないみたいな。本命チョコとギリチョコの違いが分かってないよっていう意味の今のセリフですね。キュアルクッキー私服かわいい、ありがとう、私服だよ、クラウドさんクッキー、チューさんレーモンさん、ハンちゃんだるま、カズイだるま、このコスプレはコスプレじゃないんです、これ私服なんですよ、私服なんですよ、スミさんハート、解説せんとね、10個もあるね、10個もある、ママお家帰りたい、あ、ママお家帰りたい、うまいセリフが作るの、さすが DD、 やめて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 、DD じゃないです、そんな10個これよ、園児だからそう分かってない、園児だからその本命の重要者は分かってないっていう意味で言いましたね、深い意味はないですね、はっきりとしないのは、いつもこの格好でその服で外出してるの、してるね、そうだしてるね、なんかうちまあこれの色地黄色と赤とあピンクもあって、なんか紫は特別な時に着るようなんだけど、なんかでそのそれぞれ4色5色が3セットずつぐらいあるから1週間着回せるんだよね、なんか今日は何色だろうみたいな考えながら選んでる私服はいつも、
ね、本当大事な時は紫だね。うんうん、いつもこれ。ヒットグッドクッキー、クラウドクッキー。エンさん、レインボースター、10連ありがとう。確かにエンジンって命って言わないね。言わないね。下はマスカートだね、大体。うんうん。その服でコメントかめくってこと。そうだね、基本は、そうですね。基本は、この服で行きますね。やっぱ帽子もいろんな色があって楽しいですよ。毎日生きるの楽しいですよ。一人で歩いて補導されたりしない、あ、しないですね。やっぱ顔が大人っぽいので、まあ、園児として、まあ、園児としての自覚はあるんですけれども、大人として歩いてる気持ちは大人みたいな。うんうん、入園式と言って、あ、聞いてやってきました。そうですね、入園式やってますね今。今日入園しました。すいません。うん。うんがうさくさい。あ、着こなしうまい。ありがとうございます。演じなりにね、頑張ってますね。うんうんうん。演じ会員12回制。そうなんですよ。会員12回なんですね、これ。紫が最高級の歴史通り。やっぱ、くるくる歴史強いんで。紫が最強。受けて知ってるので、ヤマジンハト、その服でお店とか行くと迷子とか心配、まあ、されるっちゃされるんですけど、まあ、一旦泣きわめいても見るんですけど、まあ、顔が大人っぽいということでなんとか大丈夫ですね。公共交通機関、子供料金、あ、そうですね、やっぱ園児なので、あ、3歳なので、あの公共交通機関かかりません。なんてたってかかりません、親と一緒みたいな、かからない、0円。園児を演じてます。しんさん、花ありがとう。セーラー服似合う人はたくさんいるけど、園児服似合う方がいられるとは奇跡の娘さん。ありがとう。まあ嬉しいね。嬉しいよ。嬉しい。うん、嬉しい。ありがとう。面白い、その褒め方。そう。まあこれ、発表会、今日発表会なんですけどね、発表会始まったらね、やっぱ私が、その、園児と思われない理由がわかると思いますね。バスの運転手さん、声来るの。いや、躊躇しただろうね、今日ね。滑舌がいい、園児。嬉しいですね。滑舌意識しております。その服で映画館とかも行けますね。無料ですね。ただですね。シャンシャイがこんな時間まで起きていいんでしょうか。そうですね。余裕ですね。ゆうかのくまちゃん、ハート。よっち、クッキー。くるくるちゃん、お菓子に釣られて知らない人についてたらダメだよ。ついていかな。行っちゃいますね。ついて。お菓子には釣られますね。衛生し放題ですよ。そう、公共交通0円なので。職場体験いけそう。園児側、園児側の職場。めっちゃ面白い。月のお小遣い100円でしゅね。くるくる押し始め、何から始めればいいので、え、もう配信来てくれるだけで嬉しいですね。コメントしてくれるだけでも、それはそれは嬉しいですよ。あの、3歳、私が好きな曲は、尾崎豊さんですね。好きな歌手。僕が僕であるために、好きですね。17歳の地図とか聴きますね。3歳だけど。I love you とかも聴きますね。I love you。漢字読めるんですね。そうですね。天才って言われてます。のりしおクッキー、いまいちエンジンなりきれてない JK。 現実お注射泣いちゃう余裕ですね。え、これは好きな食べ物、いちご、これはガチ。あ、ステーキも好き、ステーキ、ステーキ
注射に関しては、あっしげさんクッキーありがとう。3歳尾崎豊さん推しですね。僕が僕であるために勝ち続けない、バブーがバブーであるために、耐え続けなきゃならない現実を見てしまうと恥ずかしくなってしまう。そしてクッキー214ハート15の夜クレバクッキー Oh my little girl 温めてあげよう。くるくる子供の頃からミニモムサイズ、そう本当にそう、前に習いは一番大体前でしたね。一番前か2番目か、だから大体こうか2番目あでそうそう、リアルに注射はこの前親と話してて、奥様ランチさんハト、親と話してて注射で泣いたことないらしい、私が赤ちゃんの頃からずっと、まあ、本当に0歳のなんかここになんかやるハンコみたいな注射はさすがにその意識ないから、別に痛くなくても泣くみたいな感じだから赤ちゃんはね泣くと思うんだけど、その意識を持った3歳とかの頃から泣いたことないらしい、注射された時に。今はちなみに余裕ですね。結構私体弱いタイプで点滴とかしたんですけど、あれしてなかったか、あれどっちどっちどっちだっけ、弱いタイプだったっけ、覚えてるみんな。でも結構してたらしいんですけど泣いたことないって。リトルガールってクルクルのこと、そうです、オーマイリトルガールクルクルのことです。あクレイパさん10連、猫ちゃん10連ありがとう、クレイパさん10連10連嬉しい、ありがとう猫ちゃん、猫ちゃんにゃ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 、ルームと X とフォローした、え嬉しい、 YouTube 登録も、え YouTube 登録もありがとう、めっちゃ全部してくれる、嬉しい、興味つけてくれてありがとう、ラボニューウェブプロジェクトのチャンネル登録もお願いします。一番前、そう学校でもセンターしてましたね、身長の低さで強いじゃろ。ひらさんタコ、第3ハート、歌うまい、嬉しい、ありがとうね、飾りじゃないのよ涙は、かわいい、ありがとう嬉しい、あ涙の数だけ強くなりました。ひまがるさんペロペロキャンディーありがとう、あクレバさんミラーボールと猫ちゃんでタワー、待って違うやつでのタワー、クルリンバさんありがとう、クルリンバさん、もう今すぐにでもクルリンパ全店したくなるぐらい嬉しいです、ありがとうクルリンパさん、タワーたくさん、もうありがとう本当に、またお礼する、本当にありがとう、この前の話が本当にありがとう、楽しかったです、またお礼します、ありがとうクルリンパさん、ゆうじさんあと登録嬉しい、ひでさんハート、ひらさんハート、え写真集買います、頑張ります写真集買います、ありがとう、コロッケ100円のすけさんハート、ぜひ無料ギフトとかあったらよければくるちゃんに、ナンシー出ました、ムニさんありがとう、ありがとうございます、教えてくださって本当に、もうくるくる見落としてたらもう教えてください、ありがとうございます本当に、かずさんハート、帽子をクルリンパしなきゃ、帽子をちょっとなんか伸びた感で出ない、これ大丈夫伸びた感出るよね、マサハト髪の毛潰れてるわ、クルクルが前転する姿想像できないまあ確かにね、あんましないよね、でもちょっと下手だよクルクルの前転は、マサさんハト
そろそろじゃあ発表会始めちゃおっかな。帽子のくたびれ感、くたびれ感、顔がタイプ、嬉しい、顔がタイプですって、嬉しいです、本当に嬉しいです、ありがとう、そう言ってくれなんて、え、嬉しい、嬉しいと思わない、嬉しいわ、すごく。この1日だけでもたくさんの方が初めてフォローしたよとかチャンネル登録ありがとう、視点で唯一押しかけてるのくるくる、嬉しい、 X も見てよ、くるくる、 X 結構あの配信終わったらいつもなんかフォロワーさんちょっと増えててすごく嬉しいんですけど、見てるよ、見てる、ありがとう、ぜひ押してね、トイさんハート、どんな写真集を希望、それはですね希望があるんですね、実はこれです、これですね、くるくるの理想の写真集、あっあの、はい、X の仕様画面レベル高い、そんなことないです、でも本当にそんなことないんですよ、そんなことないですね、あ、思ってたよりも15歳上、あ、18歳って書いてあったね、あの15年後の話なんですね、写真、いや、そうそう、まさかさん、ハート、あ、見えん、見えんかった、そうだよね、これなんか見にくいよね、画面暗くした、あ、したら見える、僕は、僕はじゃない、プロダクリクッキー、今は推しが卒業したから推し名がいます、え、そうなのくるくる、あ、すめだよ、写真するよ角の人ハート、でもね、いやもうアイドル、アイドルってすごい、顔も返し面白い、面白い、嬉しい、かわちい、ありがとう、あ、君の名は希望、歌おうじゃ、君の名は希望、お知らせ先こちら、こちらってしよう、くるくるの希望、僕が君を、発表会始まります、あ、あのこっからもう3歳じゃないんですよ、こっからは押していくの、押していくの、
ありがとう。待って待って待って、私のペラペラキャンディー、わさびだいふくクッキー、花見さクッキー、隊長さんハート、青さクッキー、ひじたまペラ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 、いっちゃんおんぷ、ひじたま猫、ありがとう。わさびだいふくおんぷ、ゆうじ、ハッシュタグさきしかかたんさん、ゆうじさん、嬉しい、ありがとう。初タワー嬉しい、ゆうじさん、ぜひくるくる押すのあれだよ嬉しいだけです。ありがとう、ゆうじさん、またお礼するんで見に来てください。ひろさま、ハト、竹松さん大好きタワー、ありがとう、大好き、嬉しい、大好き大好き、食べます。本命チョコですよね、本命チョコ、ありがとう。この前のお話し会もありがとう。くるくるも大好き、ありがとう。竹松さん、あ、天使の歌がありがとう。くるちゃんこそ希望、希望ありがとう。確かにこれ充電、新規の方が来てくださってるってことあれやろ、あれ ST の曲、たむたむクッキー、青さんクッキーだわ、判断すごい、青さんクッキーだわ、ありがとう。青さん嬉しい、竹
くさんずっとクッキー投げてくれてた、見てたよ、ありがとう、さお話しかも、ありがとう、嬉しかったよ、またお願いするね、ありがとう、クッキー、クルクルちゃんの声聞いてて声心が落ち着く、こっちから続けてた、ありがとう、聞いてて、さすさハト、おしさハト、待ってよ、暗闇、やばいやばいやばい、動揺が、動揺動揺、クルクルの動揺がちょっと溢れ出てる、配信消しちゃった、おーなるさん、なるさん好き、好き、くまさんタワー、ありがとう、なるさん嬉しい、嬉しいだけです、嬉しいだけですっておかしい、ありがとう、昨日から嬉しい、来てくれて、これからもクルクルの宝も聞いてね、見ててね、ありがとう、なべさん、お願いします、ありがとう、トシさん、クッキー、ありがとう、クレバさん、クッキー、ツカさん、クッキー、じゃあ、これ、スティール全部いくぞ、太陽は水平線の彼方を目指して、現実がごっちゃになっている日々、青空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい、夜よ僕を信じ、綺麗どこでは終わりたくない、生きることに傷つき、動かれて膝まで痛い、次の朝がやってくまでに、今持ってるものすべてを軽裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らし、その位置と宇宙の果てで誰かに見られてる自意識、浮かび消えていった光を知っているのか、僕は始まってもいない、欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ、大人とはその分別があることというなら、永遠の決まりがいかなるものだ、ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう、水平線見えなければ今いる場所がわからない、夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない、どうせならばもっと生々しく、お互いの
歌上手に歌って偉いね、ありがとう。3歳児でこれですよ。ありがとう皆さん。なんかさ、充電ちょっとやばそうでけ、ちょっとしたら充電を始めるから、あと2曲2曲歌って充電しよう。え、2曲なので食えたらどうしよう。1曲にしとく。2曲、2曲歌おう。ヨシザミさん大好きだわ、ありがとうヨシザミさん、嬉しい、大好き、嬉しい、ありがとう、いつも本当にありがとう。くるくるも大好きです。ヨシゾンビ、ゾンビになってしまいそうだよ、くるくるが。ありがとう、お礼するね。またそちらさ、かわいいジュエル、ありがとう。マクアラさん、クッキー、な、何にしよう、何にしよう。あ、待って、さっきムニエルさん、ムニエルさんもミラーボールタワーさっき見つけたよ、クルクルスクショした。ありがとうムニエルさん、ミラーボールタワー嬉しい、ありがとう、見ました、ありがとうね、この前話せて嬉しかったよ、ありがとう。クレンパさん、2回にミラーボールタワー、本当ありがとう。待って、たくさんありがとうございます、本当にありがとう。またお礼する、本当にもうありがとうございます、ありがとう。うわ、花垂れさ、確かにさ、歌ってないよね、くるくるって。何気に、演じで、演じで花は誰のもの。花が一面に咲いていれば
このフレームタワーびっくりした。くるくんも嬉しい、ありがとう。ひむがる褒めてくれて嬉しいよ。くるくるの歌声も、もしこの世界にくるくる写真集が出たらもう争いなんてなくなりますって言ってくれてありがとう。ありがとう、本当に。またお礼させてもらいます。すごい、ありがとう。サイバーバーさん、クッキーあんまパチパチありがとう。あんま音符もありがとう。充電器取ってくるねって思ったんだけどさ、ちょっとお父さん帰ってきて気まずいかも、あっち行くの。一緒行ってくる。本当にありがとう皆さん。毎度ありがとう、本当に。ゆうかのくまちゃん、ハートありがとう。いや、これで来る気まずいじゃろ、気まずいじゃろ。気まずかった気まずかった。私服なんだけどね。私服ですよ。でも言っても私服なんですけど金髪とエンジの遭遇ですよ。エンジ、エンジのカメラ持ち。汚い部屋が見えちゃう新画角。できた。危ない、充電 4% だったよ。危ないよ。あっち向いとってって言った。あっち向いてって言ったよ。気まずいです。金髪と幼稚園児の遭遇はね、18歳でしかも幼稚園児だからね、気まずいねアシスさん、グー、このアングルめっちゃ動画どうしよう。でもこれで本当に切れたら、配信中にピロリンハート。これだとさ、全然さ、配信見てるかも。見てないですね、多分。幸せを
くるくるというものです。おしずさん、トトイ充電ありがとう。トヨさん、クッキーありがとう。幸せを分けてあげよう。お父さんに、でもお父さんの写真をノーピに見せたら、くるくるはお母さん似てるねって言われた。お母さん似てるねって。くるくるはひまわり組です。ひまわり組。トゥ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 。こうすけさん、だるまありがとう。トゥ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 。今頃学生服押し入れから引っ張り出してる。そうかもしれん。共演ってこと。コロちゃん多分見てるね。コロちゃんだってクルクのこと大好きだもん。 X 見た、今日のクルクの X 見てね。みんな、コウスケさん、誰も、アシュさん、クッキー、福ちゃんさん、レインボースター10連ありがとう。手エンジっぽい。手は小さいって言われます。マシュさん、スペースシャトル、マシュさん、クッキーありがとう。わ、初訪問たくさんだ、嬉しい。はじめまして。はじめましてで演じか、ちょっとやばいね。あ、ニューウェブプロジェクトっていうのは、私は今 ST4Z 2.5 期研究生なんですけど、 2.5 期研究生が正規メンバーに昇格できる企画としてニューウェイプロジェクトっていうのをやってて、ニューウェイプロジェクトでオーディションでそもそも ST にまず入ったんですけど、ニューウェイブプロジェクト、あのチャンネル登録者数1万人達成で正規メンバーに昇格できるっていう今企画中なので、ぜひ皆さん登録してくださると嬉しいです。ちなみに、あと、1000人です。約。かけるさん、レンマスター、10連、ありがとう。ひまがるさん、あめちゃん、ありがとう、10連、ありがとう。のみちさん、ハート、ありがとう。もめ登録、嬉しい、もめ登録。めっちゃ嬉しいんだけど。いい写真送るね。今日の写真もいっぱい送る。萌木さん、ハート、ありがとう。そう、YouTube ですよ。登録してありがとう、嬉しい、本当に皆さん本当にありがとうございます。萌木さん、ハト、高尾さんが35さん、アメちゃん、おしりさん、コバン、ゆうかのくまちゃん、ハト。そうなんですよ、ニューエプロジェクトね、 2.5 期研究教室に来るのは暑いじゃろ。流暢な日本語を駆使する演じです。そうなんですよ、流暢な日本語を使います。採用が馬ですね。そう、くるくるがそう歌ってる動画もあるので、ぜひ。あ、マイク塞いじゃってる。あおちあおち。人間関係得意の方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。研究室正規メンバーはなんか公演とかでの髪型、できる髪型が限られてきたり、お話し会とか服装が限られてきたりとか、活動の幅はでもどうなんだろう、そんな感じ。しよう、あ、まつげが長い、嬉しい。潮風に吹かれたくて、お
星さんクッキーありがとう。自転車を漕ぎ続けた国道の坂を登れば落としてくる。プレゼントくれたり、プレゼントもありますね。確かに昇格、昇格者何したい、お話し会でコスプレしてみたい。ピースピース、あ、人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても来てくれるんだ。友は波の音。モエルさんミラーボールありがとう。ここありがとう。炎上、炎上されていく。なんかカラオケでこういうのあるよね。なんだっけなんだっけなんだっけ、そう、先輩とも連絡先交換できるようになります。なっちゃいます。さあやさん、竹松さんクッキー、まさんクッキー、僕組の歌でそのクリック聞こえにくくいつもヒヤヒヤしてる。くるくるもよ、くるくるももう決め立ててる。ピラミン音符、お話し会コスプレ、そうなのよ。研究生、あ、でもこれ私服だから、これ私服だから。ウィーさんミラーボールありがとう。なんかさ、カラオケでこういう機能あるよね。なんか歌っちゃおうみたいなさ、歌ってて審査員、なんか AI の審査員みたいなのが映ってて、よかったら時間延長されてってみたいな。髪型のバリエーションはハーフアップしたい。ハーフアップ、聞いて胸が熱くなった、嬉しい、ありがとう。小川さんも直接、そうよ、マネ、今マネージャーさんにあのなんだっけ、集合場所着きましたって送らないといけない、送らないと小川さんと連絡取れないんだけど、昇格したら直接できる。お手持ちで行き、誰に会ったぞ天才、ありがとう、嬉しい。体調にハート、青春なんて悩みばかり多くて、ふと気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね、知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして深呼吸しようか。皆さんミラーボールありがとう。クレンパさん、松さんミラーボールありがとう。ニーティティオさんハートありがとう。大人になってしまってもこの海を眺めていたい、素朴だけが知っている一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れ、あ、違う、連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する、僕の友達よ。トゥルルトゥルトゥルルもう登録者に楽しみ、待って待ってて待ってて、あ、少し高校卒業だね。マルさんハート、クエバさんミラーボールありがとう。マツさんミラーボールありがとう。オロツさんクッキー、コイスカブさんクッキー、シロクブさんクッキー、ミラーボールありがとう。
太陽が昇る時も。松さんミラボールありがとう。え、もうそう、あの連絡先ココアさんがめっちゃ面白くて、ココアさんがなんか定期的にくるくる LINE、 まだ LINE 交換できんのって聞いてきてくださるんですよでも毎回昇格したらなのでできないですねっていうのにくるくるまだできんのって言ってきてくださってまあしたいって思ってくださってるのがまず嬉しいんですけど、その面白くないその昇格だから、昇格が基準だからあれなんだけどまだできんのくるくるまだって言ってくださるんですよ。なんか嬉しくて、それがまだなんです、昇格頑張りますって毎回言ってる。とんちゃんクッキー、やつさんクッキー、1ヶ月に1回くらい聞いてきてくださる。くるくる LINE交換まだ、X で DM するけ。大変な期間かもしれないけど楽しそうにしてくれて嬉しいです。え、ありがとう、そう言ってくれて。くるくるも皆さんに楽しんでもらえた、楽しんで見てもらえたら嬉しいなと思うので嬉しいです。このベッド2月9日まで、9日までだよ。りょくさんハート、山さんハート、お母さんの中でもう昇格してる、そう思ってくださったら嬉しいね。サーヤンさんも聞いてきてくださる。くるくるまだ LINE ダメなのって、昇格してからなんですって毎回そっかみたいな。でも嬉しいですね、そう言っていただけるのは。なかなかね、そんな、太陽、アキさんハトありがとう。メロンのあそこさんだるまありがとう。太陽が昇る時も太陽が沈む時も、 X に宣伝したの飛び系の燃え台詞、演じ燃え台詞、 X 待ってよ、燃え台詞じゃの、ちょっと待ってね考えタイム。来ました、くるくるの迎えまだあ、ここまで通もんね、ちょっと待って途中切れちゃった、ちょっと気持ちが、いきます。くるくるのお迎えまだ、カットカット、ここはもうカットで、ここカットで白熊さん、よしもくまさんめっちゃ可愛い、ありがとう。オキさんがココアさんに写真集イベント出ないのって聞いたし、え、見たそれ、なんかなんだっけ、出たらわがままじゃろーでしょ。オキさんのするココアさんのモノマネめっちゃ好き。ゆうかのくまちゃんハートありがとう。クラウドさんハートありがとう。マスルさんクッキーありがとう。ヒロさんハートありがとう。ハウハウは違うよね、ハウは違うハウはね、ヒムガルーさん、クマ、クマタワーありがとう。ヒムガルーさん可愛くて、くるくるの前ゼリフありがとう。ヒムガルーさん一日でたくさんありがとう、本当にハハウが出ちゃいます。ありがとう、ヒムガルーカンガルーありがとう。またお礼するね、ありがとう。福ちゃんさんいいね、ありがとう。鬼軍曹ペロペロありがとう。全米燃えた、くるくるのチャートリ風の、チャートリの私服風衣装、わかる。くるくるも早く着たい。ウォーターハト、オキさんのメンバー煽り、おも、いや、いじりだ、いじりいじり、面白い、オキさんの。ナイシオさんハト、ありがとう。サイカリさんがチャーミングトリップくるくる早く見たいって言った、え、嬉しい、嬉しいでしょ。シャヤカリシャン、オニグルソさんハートありがとう。
ヤマピーペロペロキャンディー。クルクルは燃えジリフを発し、クルクルが燃えジリフを発した効果は抜群だ。ポケモン風センスある。ヒサさんハート、ヨカのクマちゃんパチパチありがとう。マスタカさんクッキーありがとう。君はでもまさかさ、君は何を後悔するのかがさ、こんなにたくさんの先輩方のさ失業遭遇になるとは。この価格あいい、嬉しい。何を引き換えにして自由を手に入れた、夢を見なくなった、自分が好きじゃない、感情なんて忘れてしまった。レンクハートありがとう。雨とか涙とかもう今聞くと泣ける。確かに未来の一歩も引き止めちゃいけないと思う。引き止めていいよね、引き止めようよ、引き止めたいよ。ゆせさんハートありがとう。モンブランハートありがとう。いやそうですね、昇格したらくるくるして引っ張る意気込みで、もう本当にそれくらいの意気込みでいきたいですね。でも本当に詳しくは伝えたからサイズ感わかりにくいけど、 AKB の橋本ひなさんくらいのサイズ感、え暗いかも。ハンワーターさんペロペロキャンディありがとう。ちょっとお仕事戻るんでまた明日よろしく。あこちらこそありがとう、来てくれて。タワーとこもありがとう。マサイさんハート。そうね、でもたくさんなんかそのお仕事を任せていただけるような人になりたいですね。しかもなんかこんなこの園児みたいなさ姿で言うのもあれだけど、そのお堅い感じのみたいなのもできるようなメンバーになりたいですね。お堅く、あ橋本春奈さんか、すいません。橋本春奈さんすいません、顔は思い浮かんでる。あの最近そのたくさんいろいろさせていただいているので、なんか結果を残せるように頑張りたいなというふうに思っております。葵さんハートありがとう。あのちょっと前のさ緊張したお仕事っていうのもさ、もう本当に楽しみにしていてほしい。リエリピートで聞いてる、ありがとう。ハルピョンさん、ハルピョンさん自信持たないと。ハルピョン、ハルピョン、ハルピョンさん、クルピョン、ハルピョンさん喋りもいける、嬉しい。いろんな仕事リキュー頑張ります。いつくらいそのお仕事明らかに分かんないんですよね。分かんないんですよ、くるくるもしかもよく分かってなくて、なんかすごいんですよ。結束力、いやすごい、本当に泣きそうなる。でも本当にもうこのショールイベント期間まだ4日目だけど、本当クルクルももうすでにもう何度潤んできたかみたいな状況です。本当にありがとうございます。本当に皆さん応援も大変だと思うんですけど嬉しいです。もう朝から早かったりとか夜も遅い時間、長い時間、しかも長時間2時間とかね、そんなクルクルがクルクルの話が楽しくなかったらね、もう楽しくなかったら本当にすいませんなんですけど、たくさん聞いてくださって皆さん見ていてくださってありがとうございます。まさるさんハートありがとう。女優顔嬉しい、嬉しいだけ。いっちゃんハト、マッキークッキー、え最近見たフォーチュードグループさんで一番可愛い、え嬉しい。100キロの時ありがとう。
愛ちゃんクッキー楽しいからずっとおる。そうだよね、ありがとう。でもこの期間泣いてない、すごくない？泣かないテーマ、くるくるの今回のテーマ、顔が可愛いから見えちゃう、やったー嬉しい。あ、阿部明作者さんハート、ありがとう。今一番面白い、嬉しい。ビジュアル面にもなれるですって、めっちゃ見てくださるやん、ありがとう。ルートさんハート、ありがとう。ここで1位だってその勢いで選抜フロントにもういけるくらい頑張りたいです。選抜入りたい、頑張りたいです。美術強い、嬉しい。あんま泣かない、え、くるくる結構泣くよ、くるくる結構泣いてるよ多分。企画的謙虚すぎるとこ、かなおさんに似てると思った待って、めっちゃ面白いんだけど、かなおさんに似てるは面白いかもしれん。かなおさんね、エンジさんと話してきたら、明日からの雪国出張頑張る、え、頑張って。くるくる雪好きだから、くるくるだと思って、雪くるくるトーク好きだし、皆さんのコメント面白かった、ありがとう、嬉しいよ。マイナスポイントないですって、ありがとう。イコーの選抜頑張ります、この目でつかみに。佐藤さんクッキーありがとう。福ちゃんさんスケベシャトル、スペースシャトルありがとう。ノブラボイさんハートありがとう。でも2024年今のところメンタルは一応耐えれてる、今が必要としてる中で一番楽しい、ハート、嬉しい。待て待てよ、46分、あ違う49分か、時間大丈夫か。これからいろんなポジやってるから間違いなく戦力になれるように頑張ります。もうポジションなんてもう正直問題いくらでも覚えさせてくださいですし、もう覚えさせていただけるのですかみたいな感じなので、もう本当にもうくるくる何でもしますっていう感じ。 STU を盛り上げていくために頑張ります。松さんレモンスタータワー、レモンスタータワー、ありがとう松さん、ありがとう、嬉しい、このタイミングで、ありがとうレモンスター、嬉しいです、スターになります、スターになりましたありがとう松さん、嬉しい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 。声も一番、声もたくさん出てるのでセンター似合う、ありがとう。溶け壊れてるの、くるくるの部屋、押し寿司さん大好きだわ、ありがとう、大好き、嬉しい、くるくるも大好きです、ありがとう、おしずしさん本当にありがとうございます、もうありがとう、もう嬉しいです、大好き大好き、本当に、ま、お礼するので待っていてね、ありがとう。マッチミルクさんハートありがとう。ポチポチ実践してるよ、パフィーレモンスターありがとう、10連ありがとう、チャルボハートありがとう。大喜利配信考えとく何しよう、だるま、ありがとう。そろそろ時間か、スクショタイム、スクショタイム、待って、やばい、あと2分、この焦る感じもね、幼稚園児を表しています。これは計画性がないんじゃなくて幼稚園児を表しているんです。ウォッタさんハート、山菜ポーズ、はい、かわいい、ありがとう、終了。この山菜感じ、山菜ネオさんクッキーありがとう。それでは壇上13位、アオさんありがとう、12位ケイタさんありがとう、11位ハウさん、ハウさん名前よ、ハウさんありがとう、10位
りょうふさんありがとう。9位竹まつるさんありがとう。8位ゆうじさんありがとう。7位まつさんありがとう。6位おしずいさんありがとう。5位ムリエルさんありがとう。4位よしぞみさんありがとう。3位花火さんありがとう。さ、3位2位くるりんぱさんありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、ひむがるーさんありがとう。ひむがるーさんありがとう。皆さん今日見てくださってありがとうございます。たくさんのギフトもありがとうございます。初めて見てくださったりした方もありがとうございます。ニューエイプロジェクト、あのチャンネル登録よろしくお願いしますっていうのと、え、今何分、あと、もう時間、あの、あと、あの明日も配信時間、あの、ここのにプロフィールに書いておくのでぜひ見てください。そしてあの15分、じゃ明日の朝は7時半からです。ぜひ見てください。7時半、明日の朝。それではおやすみ。おやすみー。